長尾さんが議席を失った衆院選2021から1ヶ月経ち、いろいろな情報が出てきました。その中でも山口敬之さんの分析は詳細だと感じていましたが、さらにそれを会見さんが付け加えて解説されていました。私はさらにそれに大阪の人に聞いた話を付け加えて試験を述べてみたいと思います。山口敬之の長尾隆が敗れた大阪14区分析に試験を述べます。2017年と2019年、2021年ですね。今回とだから前回の有権者の数を比較するとですね、今回42万1826人ということですが、前回は42万7974人なんですね。減ってるんですよ、これ。八尾市だけで見るとですね、確かに人口が減って有権者は増えているというデータになるのかもしれませんが、結局ね、八尾市だけじゃないですから、大阪14区は。大阪14区全体で見ると、むしろ有権者は減っているわけですね。今回42万1826人だった。前回42万7974人だったということで、6000人ぐらいですね、減ってますんで、これは八尾氏がね、こうだからといって、じゃあ長尾さんに不利な勢力が、無理やり大阪14区にね、つぎ込まれたというふうに見ることは、結構厳しいものがあるという感じになりますんで、まあそのね、中共の影響が、まあないとは私も言いません。ちょっとその辺は後で口述しようと思いますが、この有権者をこう、ね、なんか今、武蔵野市で住民投票を外国人に与えるみたいな感じでですね、なんか佐藤正久議員とかがね、なんか今の人口の半分くらい外国人流入、極端なことを言ったら、そういうことをさせられたら乗っ取られるぞみたいなことを言ってるんですけど、まあ八尾市でそういう動きがあったかどうか、ちょっとこのデータだけではわかんないという感じですね。とのことです。会見さんが山口さんのレポートを鵜呑みにせず、外国人流入についてはどうなんだろうと疑問を投げかけています。会見さんは百田直樹チャンネルで、山口さんには社会復帰してほしいとおっしゃっていましたが、それはそれで盲信しない姿勢には共感します。大阪に出ている自民党の候補者で唯一公認を得られなかったのが長尾隆議員ということで、これはもう完全に公明党による公明支持者へのメッセージということで、長尾議員には票を入れるなよというふうにはっきりは言ってないんですが、そういった意思をメッセージとして伝えるというふうに考えられるんで、表立ってですね、そういうね、あいつに入れるなみたいなことをしたら後で問題になりますから、そういう暗黙のメッセージみたいな感じで公明党がそういうふうに票を操作しようとしているのはあるかもしれないという感じですね。ただ長尾議員もですね、公明の推薦を得られなかったというのは今回が初めてではないので、前回もそうなんですよね。なんで多分もうずっとそうなんじゃないかなというふうに思うんですけども、なのでその今回だけ公明が長尾議員の推薦を外して、長尾議員が小選挙区で敗れたということではないので、ちょっとその辺もですね、頭に入れておいた方がいいんじゃないかなという気がしますね、とのことです。この点も良かったと思います。衆院選の際に今回初めて公明党の推薦が外されたかのような話も出ていましたが、長尾さんは以前からだとライブでおっしゃっていました。公明党は今回も長尾議員だけ大阪で推薦なし、総選挙大阪自民全滅危機、率直な質問をぶつけた。自民党も推薦を出すよ、公明党も自民党に推薦を出すよという間柄ではあるんですけど、私の主義主張等々を含めてね、今回もうちの選挙区だけ推薦はなしという形です。これはもう毎度のことです、とのことです。会見さんのおっしゃる通り、今回が初めてではないということは頭に入れておいた方がいいと感じました。私は長尾さんが落選した理由は3つあると思います。都構想は不死共同、中田博美先生レポート、維新大阪無双の謎で述べた通り、1、大阪自民の共産党共闘で大阪自民アレルギーがある。2、維新は大阪自民時代に比べて前盛というイメージがあると述べました。これに加えて3、元民主党というイメージがあるようです。10年ほど前、2012年12月第46回衆議院議員総選挙で杉田水脈さんが維新から出馬した際に、杉田さんを知っているか関西の知り合いに聞きましたが、知ってる人はいませんでした。今回2021年同じように聞いてみたところ、元維新やろうと知っている人は増えていました。長尾さんのことを聞いても知っている人は多かったです。
このことから保守系議員の知名度は上がっていると実感しましたが、長尾さんに関しては元民主党やろという反応が多かったです。衆院選2021年では共産党との共闘で立民の議席が減りましたが、元民主党である長尾さんにもその影響があったように思います。1. 大阪自民アレルギー 2. 維新躍進 3. 元民主党という三重苦だったのではないのかなというのが私の感想です。 1.2 は今後の大阪自民の頑張りで盛り返せる可能性はありますが、3については過去は変えられません。大きなハンデになってしまっているかもしれません。私はこう考えましたが、またいつか長尾さんにお会いする機会がいただけたら、ご本人の感想と今後勝つための戦略を伺ってみたいと思います。健康くんは民主党アレルギーありすぎだよね。また一つお利口さんになったな。チャンネル登録お願いします。明日から本気出すから大丈夫。